で次にですね、梅と砂糖、お酒ですね、梅が5種類のお砂糖が5種類、お酒が4種類ご用意ございます。でこちらがたくさん種類があってちょっと分かりづらいと思うので、これから実際に1つずつテイスティングしていただいて、お客様が好きなものを選んでいただくような形になりますので、早速ではテイスティングの方から始めさせていただきたいと思います。失礼いたします。結構違いますよね。味は全然すごくさっぱりしていて、健康志向な方にはおすすめのお砂糖になっております。はい、最後ですね、お酒の方なんですが、テイスティングはこちらご用意がなくて、口頭で説明させていただきますね。じゃあ容器なんか、容器なんかで、はい、サイズはどういたしますか？ M サイズ。 M サイズでかしこまりました。コンペーター。コンペーター、はい、お酒なし。お酒なしで、はい、ご紹介いたします。こちら M サイズのグラスになります。こちらは上に引っ張っていただくと開けられますので、開けてグラスをなした状態で少々お待ちください。コンペーターの組み合わせでございます。はい、私もそうしましたら早速始めていきたいんですが、最初にヘタを取る作業をさせていただくので、先におしぼりの方でですね、手を拭いていただいて、直接これから梅を触っていただくので、もしご希望の方はプラスチックのグローブ、手袋をしていただけるんですが、そうしましたら早速ヘタ取りの作業をしていきます。じゃあ梅の方ですね、切り口から開けていただいて、梅のこの黒い大きな点のような部分を、こちらの銀の、お手元の銀のスティックで取る作業をしていただきます。ありがとうございます。
します。